感じで、オリンピアまで残り10週間となってます。今日は普通に胸と肩のトレーニングやってて、で今日はわざわざ、パワーハウスジム宮崎からヒロト選手が来てて、で一緒にトレーニングします。今体重何キロ？今100キロね、ね、すごいですよ。もうヒロト選手は将来の JBF スター選手、もう大会いくつか優勝してて、はい、目標とか来年とか？来年は全日本選手権で、まあ、優勝目標と思います。まあ、たくさん、まあ、期待したいですね。はい、という感じで、まあ、今日はもう普通にタトルになります。2年前ぐらいかな、これで怪我して、まだ未だにトラウマ。そう、だからそこからあんまり重量扱いながらも、なんかゆっくりなテンポで扱える重量だけ。あまり馬鹿げたことは今日はやらない。え、今、ヒロト何歳？今21です。21歳、夢がたくさんある。やるときは、まあ、もちろん頭ぴったりつけて、腹圧をずっと入れて、あまりアーチしてほしくない。アーチせずに、で目線も結構、ここら辺を見る感じ。で本当に鎖骨あたりの筋肉を狙う感じ。そう。ギリギリな感じを狙うような。よくあるパターンが、せっかくインクラインなのにめちゃくちゃアーチしちゃって、まあ、ほぼフラットベンチの軌道になってるっていう。だからまあしっかり背中全体つけて、フィジーク特にここが大事。そうそうそう、まあ、ボディビルもそうなんだろうけど、でも特にフィジークはもうここのラインが強いだけで、どこまでもいけちゃうっていうか。だからこそなんか鎖骨って結構骨自体が長い人は結構有利ではあるけど、その分胸が薄く見えがちだから、映えるまでには結構時間かかる。こういう時期は本当に、なんだろう、東京プロ終わってから、まあ、大して体重つけてないので、こういうちょっとリーンな状態が長引くときって、重量扱えない分、もう軽い重量で、もう本当にマイナス動きとかストレッチとかをすごい丁寧に丁寧にやって、こういうことはすごい大事になります。怪我も防げますし、まあ、筋肉も残せるというか、それこそ増量期に入れば、ね、4セット6レップ、4セット8レップとかで、ガンガン重いの行くんですけど、復活入れると横に入れば感じるはず。腹筋復活入れてないと、どんどん鎖骨が開いて開いて開いて、今上部から抜けちゃう。
そこを耐えて、このままの力を耐えて、で、ここを伸ばすことによって、さらに距離っていう感じ。ここからオリンピアに向けてまた絞るんですか？オリンピアに向けてまた絞っていく。そう、でも絞るって言っても、東京プロにプラス 1.5 キロぐらいしかつけてない。だから絞るって言ってもまあ6週間ぐらいで、はい、で東京プロ以上の絞りを持っていく、はい、なんか向こうでサイズ勝負してもサイズ残すっていう方向性でいっても、はい、あっちの方が全然でかい。だから唯一オリンピアのチャンピオンレベルで持っていけるのは、はい、カラーリング、パフォーマンス、はい、そして絞り、その3つは持っていける、ね、持っていける。その3つ持っていけば、まあ、運良ければ得点入れるかなっていう感じ。東京プロではまあまあ でかくは見えたかもしれないけど、そういう現象はオリンピアでは起きない。もうみんなバランスも良くてサイズも、はい、だからそこはそこで自分の課題がもっとサイズアップになる、はい、オリンピアはもう絞り、もう絞りでしょう。だから今は全然絶対脂肪をつけすぎて、ナロープレスで、はい、まあ、なんかお互いただくっつけるだけじゃなくて、もう押せば押すほど、はい、まあ、チューブ、鎖骨あたりとかチューブの方に入るかな、はい、それ狙いで、はい、5、6、108キロ。それは柔道でのなんか階級的にはもう最上。そうです。そのために増量して。増量して。これは結構普通。普通、はい、普通なんだ。僕の人生の中で一番重かった時が一日中食べて増量期のまあ一日食べ終わっての91キロ。はい、まあ200ポンド、はい。どうしてもそこまで行ってやるみたいな。はい、まあ特になんかいい体感はなかったね。痩せ型だから多分あんまりなんかただだるくなるだけ。自分の場合はどう？100が普通なんだ。100が普通ですね。身長は172。あ、一緒なんだ。一緒。僕より高く見えない？靴が今日あ、はい、いい靴履いてるから。開いちゃうと、機動的にはこのショルダーフレクションが短いに対して脇を締めることによって、でここから円を脇をにやるとここら辺まで行く。その分もっと、あとはこうじゃん。だんだん良くなってる。うん、そうそうそう、まさにそんな。でもケーブルクロスは外から中に来るのに対して、これはずっとも締めることが大事。締めることによって軌道を大きくする。まだ絞れてる。ジャパンプロ出れるか。どう？全然出れます。大会の2週間前ぐらいのコンディションかな、今は。ボディメイクの競技の中でボディビルダーが多分一番究極系の体なんですけど、フィジーカーとして別になんかフィジークのトレーニングをやってるつもりじゃない。普通に
まあ、そのトップクラスのビルダーとかの、まあ、トレーニングとかそういうフォームとかを参考にして、まあ、やってるわけなんですけど、僕はボディビルダーのトレーニングやったところで結局フィジーク体系なんでっていうなんか面白いところ、まあ、別に当たり前なんだけど。でもビルダーはでも足の頻度が多いのかな、フィジカルに比べて。足週1じゃ少なすぎる。週2で毎週2で、うん、そこぐらいかな違いは。僕はさすがに足は週2回やらない、うん、その必要はないっていうか、まあ、やったら少し大きくなるんだろうけど、まあ、女性だったら週3回ぐらい関心ある人もいるし、うん、その人の、まあ、競技カテゴリーによって、まあ、多少頻度とかは変わってくるかもしれない。でもフォームが変わるわけじゃない。カテゴリーが違うからといって、まあ、別にベンチプレスはベンチプレスだし、ショルダープレスはショルダープレスだし、その中でいかに効率よく追い込めるかが、まあ、勝負なので。8、ナイスストレッチして9、もう一回いけるでしょ。ナイス、 OK。まあ、普通にフライ、まあ、ストレッチもやるけど、もう収縮メインで、はい、もう飛んでいこう、はい、もう目安としては、はい、この真ん中より遠くに、はい、じゃなければ普通に同時にやればいいって話だから、はい、超えるような感覚で、はい、ここからもうここまで、ここで負荷が乗るから、はい、そこまでストレッチしてほしい。あ、分かりました。ここまで。そう。2普通に入るでしょこれ、うん、なんか動いてればそういう形の様になっちゃうっていう、はい、結構このマシンがいい。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、ちょっと脂肪で、うん、まあちょっとね、まあ、脂肪が乗っちゃってるから。でもバランスは悪くないよね。悪くないです。もっとフロントがつけば、はい、でフロントつけると同時にリアもつけていけば、はい、今は形としてはバランスはいいけど、はい、あとはフロントリアもっとデパーすればバランス、プレスを強くしない。もうそうだね、プレスだね、はい、どんどんプレスやって、はい、5 6 7 8 9 10 3 4 5 8 9 OK。 いや強いね、めっちゃ入るねこれ、はい、あ、ちょっと下行って肩を続けます。オリンピアまで10週間ということで、まあ、今時期になるとモチベーション高い低いというよりはやるしかないって感じだから、まあ、向こう行ったら楽しいんだろうけど、今はなんか義務感が強いというか、まあ、コリファイした人間として
もう絶対ベストを持っていかないといけない、他の選手にもリスペクトを持って、だから、まあ、日本からの金子俊という感じで、もう過去ベストのサイズ、そして仕上がりは、持っていきます。それは約束します。順番としては肘が肩関節より上に来ることはない、はい、そして拳もさらに肘より上に来ることはない、はい、その順番では、はい、1、2、3という感じで、そのポイントだけやればかなり一緒です、はい、例外としてはこういうレイズがあるときは、はい、これはちょっとどっちかというとサイドリア狙いです、それはまた別な種目、サイドレイズに関してはもうその順番で結構ギリギリな人とかいう、こんな感じで、はい、ここまでやっちゃうと、まあ、肩関節なんてすぐ壊れちゃうので、じゃあまたリア、はい、少しやろう、して終わり、はい、あと3回、はい、13、14、ラスト、これ上では結構軽い重量でリアをネチネチやったのに対して、まあ、これはちょっとバリエーションとしてもう少し重量で、まあ、回数もやや少なくしてやります、うん、79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 104 105 105 106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  104
何年？ 1 年前、2年前。1年前に2ヶ月行ってて、今年好きだった。いや、良かったです。本当に今年も3週間行ってました。あ、本当に、はい、オリンピア3回行った方がいいよね。ああ、今年行く予定です。本当に、はい、あ、じゃあそこで、はい、現地で応援します。いいね、いいね。悲惨なのが、はい、2つのステージがあって、はい、で第1ステージが予選がその、まあ、エキスポホールにあって、はい、トップ10に入らないとそのメインステージに上がれないという、ね、あ、悲惨な。8 9 10 11、どんどん行こう。12 13 14 20回行こう。15 16 17 18、come on, come on。 ヒロトでした。まあ、っていう感じで普通にトレーニングやったんですけど、どうですか、カネキントレは。ものすごいいいトレーニングでした、ね、優しい。でもまあ、僕も今の時点では、まあ、かなりずっと大会モードに入ってて追い込めてるので、まあ、そのトレーニングそのままヒロトに、まあ、ヒロトはやってくれてすごい嬉しいし、今後のスター選手だと思ってるし、まあ、ビルダーとまあフィジーカーで全然なんだろう、違うようで似てるところもありながらっていう、はい、まあ、トレーニングはトレーニングなんで、まあ、そこら辺はお互いの強いところをこう刺激し合いながら、弱いところは改善し合いながらという、時々はいいのかなという。ヒロトはパワーハウス宮崎に行けばパワーサウナとか受けられるのかな。はい、皆さん宮崎にいる方、まあ、僕も何度かパワーハウス宮崎行ってて、ものすごいいいジム本当に。だから宮崎に行く方はぜひぜひパワーハウス宮崎をチェックしてみてください。なんか言いたいことある？今日は、一緒にトレーニングしてくださってありがとうございます。宮崎の食べ物美味しいから宣伝すると思った。宮崎の食べ物も美味しいですよ、はい、うん、小倉金鍋っていうレストランもやってるのでチェックしてみてください。そうそう、めちゃくちゃ美味しい。
まあ、という感じで、皆さんオリンピアまで残り10週間もう妥協することなくどんどん追い込んでいくんで、皆さんもぜひぜひトレーニング追い込んで頑張っていきましょう。次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results. Thanks for watching. I'll see you again soon. Bye.